バイキングジョーです。はい、ということで今回はちょっと懐かしいアイテムの紹介です。こんなの欲しかったっていうことで今回はこちら、鉄道靴下、鉄下プラスブラックシンカリオンオーガを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら、鉄道靴下、鉄下プラスブラックシンカリオンオーガを紹介していきたいと思います。でこれね、なかなか懐かしい商品なんですよ。シンカリオン Z になる前のものだからね。うん、そしてね、こういった靴下、キッズサイズが、まあ、普通でしょ、よくあるんだけど、あったんだね。ジョー本当に知りませんでした。これメンズサイズ25センチから27センチ、そう、つまり大人サイズなんですよ。これね、こういうのだよ、欲しかったのは。うん、ほんとね、まあこういった商品って本当にキッズ向けの商品しかないから諦めてたんだけどね、あったんだね。まあ親子でね、お揃いにできるからね、あってしかるべきなのかなっていうところではあったんだけど、もうないものだと思って諦めてたから、いや本当驚きでした。まあそんな感じでね、早速中身の方確認していきたいと思います。それじゃあ開封していきましょう、お願いします。そんな感じでね、昔作った懐かしの映像とともに開封してみました。うん、でね、靴下、こんな感じです。広げた方が分かりやすいかな。おー、いいね、かっこいいかっこいい。へえ、まあ、ちなみにっていうところで、ちょっと待ってね。はい、デラックスシンカリオンシリーズのブラックシンカリオンは新幹線モードと比べるとこんな感じです。いいね、まんまだね。やばいな、これは。かっこいい。うん。だっていうか、オーガがめちゃくちゃ、埃かぶってます。飾ってたからね。ジョーはどうしてもこう、ダークサイドの方が好きになっちゃうから、ブラックシンカリオン、ブラックシンカリオンくれない、ダークシンカリオン、ダークシンカリオンアブソリュート。これはね、もう飾ってるんですよ。うん。まあ、飾ってたからこんな埃まみれになっちゃってるんだけど、まあ、それにしてもいいよね。そしてね、ちょっと前に、まあ、別のね、新幹線の靴下も紹介したんだけど、その時にね、いい紹介方法に気づいたんだよね。この靴下、さすがにね、ジョーの足にね、履いた様子を見せるのもね、おじさんの足見たくないでしょ。だからね、こういった方法を思いついたんですよ。まあ、キッズサイズじゃないからね、サイズ感ぴったりではないんだけど、プラレールに履かせるとね、その立体感、靴下のデザインが分かりやすく、こうね、浮き彫りになるっていうかね。うん、立体感が出た感じで、ほら、見ることができます。もういっそね、履くのももったいないし、このプラレール保管用に靴下を履かせてみてもいいかもね。うん。まあ、そのくらいね、いろんな、種類のこの、鉄下プラス、鉄下、鉄道靴下、発売されているので、もうそういった保管方法もありだよね。まあ、箱に戻すのももちろんなんだけど、まあ、すぐ遊びたい時とかね、こういった保管方法も、ほこりを防げていいのかもしれない。まあ、今回これ撮影用にね、用意したんだけど、まあ、ちょっとね、普通に私生活でも履きたいので、まだ売ってるのかな?ちょっとね、見ていきたいと思います。これ最近ね、買ったんです。鉄道グッズのね、なんかポップアップショップみたいなのがあってね、そこで買いました。ちょっとね、時間がなくてオーガを見つけてもうこれだけ購入して急いで帰ってきた感じだったんだけど、どうだろう、ブラックシンカリオンとかダークシンカリオンもあったのかな。まあ、ちょっとね、また時間を見つけて覗いていきたいと思います。お店の方がやってればね。うん、でまた見つけたらね、紹介しようと思っているので、今後にご期待くださいって言ったらあれだけど、ちょっとだけね、お時間をください。また見ていきます。はい、そんな感じでね、今回は鉄道靴下、鉄下プラス。あ、今気がつきました。これ劇場版新幹線変形ロボシンカリオン Z、未来から来た新速のアルファ X、当時のものだね。の、ブラックシンカリオンオーガの靴下の紹介でした。はい、そんな感じでね、久しぶりのシンカリオングッズ、まあ、シンカリオン Z 含めシンカリオングッズの紹介だったんだけど、うん、まあ、最近ね、やっぱりグッズの方が、新発売のものがやっぱなかなか少なくてね、紹介する機会も減ってはいますが、引き続きね、またシンカリオンのグッズ見つけたらね、動画の方で紹介しようと思っているので、ぜひチャンネル登録をして待っていただきたいのと、あとね、シンカリオンの動画自体はね、無印シンカリオンからシンカリオン Z まで、ほんとね、たくさん動画公開してます。グッズからおもちゃなど幅広く、たくさんのね、動画を公開しているので、よかったらね、チャンネル登録をして、他の動画もチェックしていただければと思います。それでは、最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画も、お楽しみに!バイバイキー!